なんだ？よし。攻略会議を始めましょう。どうかな？うん。頼むな。それではボスの攻略に向かいましょう。何ってボス攻略戦に参加しに来たんだよ。スイッチだってホットローテだって全く問題ないよ。
わかった。あなたにクリアされるわけにはいかない。ううん、何も心配されることなんてないから、もう大丈夫。私はこの世界を守らなきゃならないの。さあ、行かなきゃ。
ティベートしておいたよ。ですか？パパの後ろについてきていたので、てっきり一緒に帰ってきたのかと。おかしいですね。ちょっと外を見てきます。ごめんなさい。何度かメッセージはやり取りしましたけど、前の層を解放した頃が最後ですね。最近ストレアさんと会ってる？ここのところ見かけなくなっちゃって。
そうなんだ。いたらいたで騒がしい人だけど、急にいなくなるとちょっとね。無事でいるならいいんだけど。けどって、何か含みがあるみたいだけど、心当たりでもあるの？何か知ってることがあるなら、教えてください。私たちにできることがあるなら、やっておきたいですし。またみんなで一緒に楽しく騒ぎたいじゃないですか。それってどんな？それって現実に戻ると会えないってことかしら？一人になりたいとか、単純に忙しいとかかな。もやもやするよ。私はそのうち何事もなかったみたいに帰ってくると思います。ソロのプレイヤーの人は迷宮の中で何日も過ごすとかあるみたいですし、なるほど、経験値稼ぎの可能性もあるのか。あと、私みたいにトレジャーハントでダンジョンにこもっているのかもしれないよ。あの人らしい感じはするわね。いつもみたいに「ただいま」って言って笑顔で帰ってくるよ。お料理作ったりお話をしましょう。パーティーもいいわね。前に呼んだ時も喜んでたし。
エギルの激辛ピザはちょっと避けたいけどね。ストレアに濃厚なキスも食らっちゃったしね。もうリズ、キリト君、あの話聞いた？神隠しの噂。最近行方がわからなくなってるプレイヤーが増えてるんだって。それがどうも違うみたいなの。キリト君と同じことを考えた人が始まりの町にいる人と連絡を取って生命の日を見てもらったらしいんだけど、消えたプレイヤーの名前、横線で消されてはいなかったんだって。だから行方不明。ようキリト、さっきあの娘見かけたぜ。ああ、フィールドまでは追いかけたんだけどよ、そっから見逃しちまって。方角的には迷宮区の方だが、とっ捕まえておいた方が良かったか。
地震か？なんだよ、脅かしやがって。確か80層に着いた時にも地震があったよな。地震の他にもフィールドで不自然にラグるところが増えてるって噂もあるし、やっぱなんかがおかしいのか？